苦しい下積みを経験しても、一度売れると、途端に態度が大きくなってしまうのが芸能人というもの。この人も、裏の性格がきついとスタッフに暴露され、テレビに出ても、嫌いな人の方が多くなってしまった。2013年に、NHK 朝ドラ、あまちゃんの出演で一躍ブレイクした松岡茉優さん。その後、一流女優への道を着々と歩み続けるかと思われていましたが、異変は2016年頃から起こり始めます。なんとフライデーによって、松岡茉優、電子タバコふかして手酌酒、男前な夜とタバコの喫煙がスクープされます。ブレイクしたきっかけが NHK の朝ドラだっただけに、タバコを吸うという事実にショックを受けた方も多かったようですね。加えて2018年頃から字の性格が出始めたのか、メディアに出ても悪口が大好き、この役は私がやるべきなどなど問題発言が多くなり、炎上が目立つように、着々とファンの数を減らしていきます。さらにネット上では、ツイッターで2018年6月に平成ジャンプメンバーの有岡大貴さんとの交際が暴露され、ジャニーズファンをも敵に回してしまいます。おまけにその中でヘビースモーカー、店員に対する態度が最悪と、オフでの姿がかなり柄が悪かったことも明かされ、その嫌われぶりに拍車をかけていきます。そして2020年金恋では、松岡さんはドラマ初主演を果たしますが、三浦春馬さんにお世話になったはずなのに、何一つ語ろうともしません。三浦春馬さんのファンをも敵に回してしまいます。空気の読めない問題発言やオフでの姿も最悪となると、松岡茉優さんが芸能界から消えてしまう日もそう遠くないかもしれません。もしよかったら高評価やチャンネル登録お願いします。